はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日の動画なんですが、アニバーサリーですね、総選挙の分累計取り終わりましたので、はい、 S ラン契約書を回していきたいと思います。で、ちなみに僕が誰に入れたかっていうのなんですけど、今4位なんですけどね、本当ね、欲しいんですよ。ホークスファンの間で神って言われてるグラシアル選手ですね。本当はね、ギータとかでもいいんですけども、エキサイティングとか持っちゃってるし、今シーズン怪我しちゃってるので、まあそんなに能力下がることはないと思いますけど、そんななんか欲しいっていうわけでもないんですよね。まあ千賀投手は欲しいんですけどね。で、グラシアルに全突破したんですけども、この悲惨な状況、まあこれは無理でしょうねと分かりつつも、一応もう入れました。もうやけくそで、まあ、正直誰が出ても欲しいのは欲しいんでね。他球団とかはそうですね、うん、まあ順当じゃないですかね。またロッテが今年も怪しい枠になりますよね。ロッテファンってアニバーサリーで遊んでるの？そうでもないか。普通荻野選手とか、まあ、ここすごい競ってますけどね、3位まで。もう言ったらもう荻野選手は入れてほしい、入ってほしいかな。まあ楽天はもうこの上のメンツ、まあ、こんな感じでしょうね。ホークスみたいなもんですよね。則本投手と岸選手、岸投手、まあ、能力はどっちも強いでしょうね。広島が西川選手と菊池選手、今のとこですね。ヤクルトはね、村上選手はまあ間違いなく入るだろうと思ってたんですけど、バレンティンと青木選手の争いになってますね。あとが、巨人が丸選手、菅野投手、ベイスターズがロペス選手と山安ですね、山安選手ですね。中日がビシエド選手と柳投手、ここも2位、3位競ってますね。根尾選手ですよね。まあね、オールスター作るんならね、まあもう能力的な問題で言って柳投手にこのまま行ってもらいたいですね。まあ、タイガースはね、まあ、藤浪投手はね、まあ、リアタイとか最強ですからね、まあ、最強ではないか。まあまあ使われてますもんね。あと西投手と糸井選手の3人の争いですね。まあこんなもんか。まあホークスは上2人で決まりそうなんで、まあこれはこれで仕方がないかなと思います。はい、ということで、早速引きましょうか。すいません、これぐらいしかないんですけど、今日の動画。まあ、とりあえず、持ってなかった、まあ、ね、できればホークス選手がいいですけどね、オールスターでも入れそうな強い選手とかでも大歓迎ですけど。おー、マルティネス投手も外国人がよく出る。もう本物のプロ野球やったら外国人は通り越してますからね、多分僕の球団。たまに見ますよね、リアタイとかで使ってる人。ツーシームがあったよな。そうですよね。先発はね、結構層が厚いんですよね。リアタイで使うかな、もしかしたら。能力も多分一応ちょっと見ましょうか。選手メーカーの方で。多分そんなに強くなさそうですもんね。新外国人とかね。相当実績がないとそんなに強い状態で出てこないでしょうから。結構初期の方で出てるんですね。球威72、制球77、スタミナ75か。入ってこないかな、さすがに。ちなみに今何人ぐらい？あ、まだ1人か。まあまあそうですよね。最近ミキサーしたばっかりなんで。でね、今スカウトで、この福袋。まあでも、ホークスはね、まあもう半分埋まっちゃってるから、万が一かぶった時が最悪なんですよね。これといって、絶対取っとかないといけない選手って、まあ、そんないないかな。別に。まあ、スルーの可能性が高いですね。ちょっと今のうちエナジー貯めようかなと思ってるんですけど、まあ、だいぶ復活して121までは貯まったので、
まあ、あれだったら総選挙回ってもいいんですけどね、結構エナジーとか出ますもんね、まあ、そっち路線もちょっと考えてみます。あ、ちなみにホークスどうなってるんですかね今ね。もうロッテに負けま、あ、負けてますね、8回。うん、まあ、あ、3点取られとるやん、何やっとん。まあまあいいか、ここら辺はまあいいや、まあ仕方ないっす、そりゃ得意不得意な球団あるけんね、まあそこは仕方ないっすよ。はい、ということで今日の動画は以上になります。また次の動画もよかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。失礼します。